はい、おはようございます。ネクプラ企画第5弾は V2 ガンダムの解説からやっていきましょう。まあ、今でこそね、現行作品だったら V2 アサルト、V2 バスターと、まあ、いろいろと完走できるこの機体ですが、この頃は通常時の V2 ガンダムと次元強化時の V2 アサルトバスターガンダム、その2つの形態を使って戦っていく機体でした。当時ね、まあその時の対戦環境がローカルだったから他の地域はどうなってるか知らないんですけど、地元だったら稼働初期この機体強いって言われてたのよ。まあネクストになってね、初めてブーストダッシュでその技をキャンセルするって行動が出てきたわけだから、アサルトバスターのメイン連射をね、誰も避けられなかったんだよ。で、掲示板だったっけな、今作の V2 ガンダムは王者の風格があるみたいな謎のフレーズ、名言まで飛び出してきてねみたいな、まあそれくらい稼働初期評価されてた機体なんですが、まあ、ゲームの研究が進んでいくにつれ、まあ、だんだんと数を減らしていったって、そんな印象ですね。王者の風格懐かしいな、マジで何食ってたらそんなフレーズが思い浮かぶんだよ。さあ、個人的お気に入りの空中 N 格闘、サーベル攻撃からすかさずキックを2連続叩き込む、テンポがいいのと最終段のハードヒットがかっこいいんだよな。ブーストラッシュ格闘はシールドタックル、この格闘追従中に敵の弾を受けるとシールドガードに移行します。便利で、アサルトバスター中もうすでにね、バーサスシリーズだとおなじみのメガビームシールドがこのネクストでも後ろ格闘で出てきます。普通に敵の弾防いでもよし、設置して防護壁として使うのもよし、射撃派生で V ビームで攻撃してよしだけど、 V ビーム使ってる人はあんまいなかったんじゃないかな。全然見なかったよ俺は。そして特殊格闘で光の翼、格闘追加入力で通常時は2段まで、アサルトバスター時は合計3段まで翼で攻撃ができます。で、あと格闘からキャンセルとかでも出せて、ダメージアップみたいな、そんなこともできました。光の翼、カテジナさんは僕らに恨みでもあるんですか。次はゲドラフの紹介ですね。バーサスシリーズだとこのネクストがデビュー作の本気ですが、実は同コスト対初代ガンダムに並ぶ2000コスト2トップのうちの1機だったんですよね。で、理論値の話も加えてしまうと、もしかしたら最終的にゲドラフの方が強いんじゃないかなみたいな、そういう話もあったりしましたね。じゃあこの機体のね、ゲドラフの何がそんなに強いのかって話になってくると思うんですけど、それはというと、サブのビームキャノン、特に空中 N サブ、この挙動が強いんですよ。まあその挙動自体は別に今とね、あの現行作品と変わんないんですけど、よくやるじゃないですか、バックブーしながら N サブで前向いてブーストの硬直打ち消しつつ落下して射撃するみたいな、まあ、これがその挙動なんですけど、ネクストのやつで何が良くなかったっていうと、こんな感じでステップの硬直すら打ち消して落下できちゃうんですよね。で、別にこれ弾切れの時もできるんで、まあ、今の人たちに分かりやすく説明するのであれば、この機体いつでも振り向きアメキャンができてしまうという、あの完全に大パーツなんよ。今でも許されないじゃん、ずっと振り向き落下するって、意味わかんないよね。まあそんなね、未だ我々が到達していない遥か未来のテクノロジーを搭載した機体、まあ、普通のキャラが満足にこの機体に弾を当てられることがないということで、まあ、このキャラは強いよねって話になったわけですよ。で、避けるだけではなく、中距離は特殊のミサイルがいい誘導してたし、で、近距離はね、特殊格闘のアインダット振り回し、これがね、巻き込み性能すごくて生当てしやすかったのね。もうそこから N 出し切りメイン射撃のコンボ、これ親の顔より見たコンボよ、めちゃくちゃ懐かしい。で、これまた現行作品と同じく振り回しで天井まで行くこともできたりと、これも大概未来のテクノロジーだよな。なんか本当いろいろ先取りしてたんすね。で、そこからさらにダメ押しの格闘 CS アインダット爆走モード、まあ、これも見覚えあると思うんですけど、発動時におばひになってしまうんですが、だいたいこの技使うとき、まあ、おばひのとき暴れて使ったりするので、まあ、さっき紹介したステップ N サブで普通に取れねえはちょっとがっつり追い込んでみたら突角で空飛ばれるわで、最終的にはこれで暴れ散らかされるわで、もうなかなかね、なかなかまともに弾取らせてくれる場面がなかったね。そして爆走中の前格闘で体当たり、これ3回入れて最後は後ろ格闘で締めるってのが、まあ、結構かっこいいんですよね。
で最後は特殊にキャンセルして技を終了させて、まあ、隙をさらさないと。これも懐かしい、よく見たな。さてちょっと順番ごっちゃになっちゃったけど、格闘の紹介といきますか。後ろ格闘は相手の上を取ってアインダッドですりつぶす。判定が強く、あと挙動も合わさって格闘潰しによく使えましたね。でさっきチラ見せしたんだけど、まあ、ステ N サブのムーブにこれを組み込むことによってさらに被弾率を下げるみたいな、そういうこともできましたね。モビルアシストはクロノクル専用のゾロがガトリングガンを撃ってくれます。機体の時系列ガバガバないよね。ゲドラフとクロノクルゾロの組み合わせって。嘘、あなたはカサレリアでおとなしくしていればよかったのよ。さてビクトリーガンダム、この頃は1000コストですね。メインのビームライフルに連動盾がついていたり、腕パーツのトップリム、下半身パーツのボトムリムを射出して敵にぶつけてダメージ与えて、でそれぞれの形態に変化していくみたいな、そういう戦い方はこの時すでに完成されてましたね。というわけで通常時の格闘を見ていきましょう。地上 N 格闘はボタン連打で2段目以降がガリガリになって、で地上横、これ結構かっこいい漫画版ビクトリーでやってそうな V 字切り、これ好きだったな。でそっからサブにつなげるとね、240とか、まあ、割と高火力取れたんですが、やはり地上格闘悲しいかな、あまり実戦で出てこない。さあ次は下半身パーツ、特殊格闘のボトムリムを飛ばした後になるトップファイターを解説しましょう。この形態になると地層になるんですよね、まあ、そこら辺も従来と変わらず、まあ、ズサキャンムーブができるっていう利点はあるんですけど、格闘が貧弱になっちゃうんすよね。それと空中格闘は BD 格闘も含めて通常形態と同じです。次に腕パーツハンガーを飛ばした後の足だけ形態ボトムファイター語っていきましょう。この形態はね、なんといっても格闘が超強化される、段数も増えるしモーションもねかっこいいんですよ。なんならサブだけ吐き捨てて足だけで迫ってくるみたいな、そんなプレイヤーもいましたからね。特に中でも空中横格闘の追従性能がすごい優秀だった、そんな記憶があります。とにかく前に出てラインを上げたいとか戦況を変えたいって時はこの形態にお世話になってましたね。そして両パーツを射出した後のコアファイター形態、この状態はねもう全く戦闘できるってもんじゃなく、まあ、メインか格闘でバルカンが出るだけなので、さっさと、まあ、パーツ呼び戻して V ガン形態に戻った方がいいですね。ちなみにこの形態の時にブーストが切れるとゆっくり加工していくようになります。これね、今作ネクストから導入された仕様で前作なかったんですよね。だから前作のビクトリーガンダム負けそうになると上に飛んでいってコアファイター形態になって一生降りてこない、通称終わりのないディフェンス、やかましいわみたいなね、誰馬案件ですけど、まあそれの抑制のための仕様だろうな。そしてネクストまでのこの機体の特徴として変形が実装されています。この機能は次にプレイアブル化されたフルブーストで削除されてしまって、で技という形にはなるんですけど、クロスブーストで、まあ、ようやく再び変形することができるようになって、もう実に数十年ぶりですよね。なかなかに感慨深い。てかそもそもなぜ消されてしまったのか、ちょっと謎だよな。まあ何はともあれ黒部でまた出会えてよかったよ。で最後にモビルアシストはガンイージ、主楽隊のガンイージが3体出てきて防護壁を作ってくれます。逃がせないぞ。ギロチンとかそんなことどうでもいいじゃないですか。ここからは作品変わりまして、第 08MS 招待から参戦している3機のモビルスーツ紹介していきます。というわけで画面に映っている陸戦型ガンダム、この機体このゲームにおいて屈指のクソキャラです。このゲームで多少対戦やったことがある人ならもう誰でもわかるオブツキャラです。じゃあゲドラフと同じ流れで何が強いのかと言いますと、それはもう単純明快、 180mm キャノンの弾が強いの。だからメインかサブで弾幕張りまくってブースト切れそうだったらズサキャンする、このボット行動がねお手軽かつ相当強いの。それに加えてキャノン装備時の特殊格闘にネットガンがついてて当たったら鈍速になるやつね。だから 180mm キャノンで寝かして、でダウン追い打ちにそれくっつけてさらに状況を良くするみたいな、エクバ以降アシストに頼らないとつけれなかったネットでさえ自分で全て完結させてしまうというワンマンアーミー白天田が出来上がってるわけですね。
さあ格闘、俺このねマシンガン地上格闘大好きなんだよね。ゼロ距離マシンガン連射、殺意半端ねえ。でキャノン装備時の地上格闘は突き刺しからの射撃、まあ、このモーションはエクバにも受け継がれてるから知ってる人多いんじゃないですかね。であとは全て一段格闘ですね。まあ強いて言うのであればマシンガン装備時の射撃派生がロケットランチャーで追撃ってことぐらいですかね。倍返した。続きましてはグフカスタム。もうこの時すでにね特殊格闘と特殊射撃のヒートロッドの移動を使って敵に接近して格闘を叩き込むという基本のスタイルは確立されてたわけですね。もうそれが十数年後のねクロスブーストまで続いてるって考えるとすごいよね。っていうかすでにどっかの動画で語ったと思うんだけど、原作の動きをねめちゃくちゃ忠実にすげえうまくゲームに落とし込んでんのね。奇跡の産物よこれ。今も昔もこの機体で上手に立ち回ろうとするとノリスの動きになるもん。もうみんなさこんな動画見てないで 08MS の震える山前編後編見てきてください。俺の大好きな話数なんで。さあ他の武装も見ていきましょう。メイン射撃はガトリングシールド、まあ、これも現行作品とそんなに仕様は大きく変わらないかな。残弾がゼロになってしまったらちょっと心もとない性能の3連装のガトリングに切り替わるところも同じです。サブは敵に向かってヒートロッド、格闘派生でおなじみのジェットコアブースター切り抜けが出てきます。モビルアシストはマゼラアタック、おそらくアブストのマゼラアタック隊がモチーフだと思うんですけど。さあお待ちかねの格闘を見ていきましょう。かっけーの揃ってますよ。格闘前派生は打ち上げてからの3回切り、かっこいい。そして横格闘はおそらく原作でジムヘッドの陸眼にかましたタックルですかね。そこから N 格闘や前派生にキャンセルできます。さあ空中 N 格闘と空中横格闘は2段格闘、出し切りからサブのヒートロッドにつなげてコンボとかもできちゃいます。やっぱこれがバーサスシリーズのグフのコンボって感じがするよね。そしてお待たせしました、後ろ格闘サーベルグリグリ攻撃。やっぱこの技をなガンタンクにやんねえと始まんねえわけですよ。技の性能としては真下に行く格闘で当たったらレバガチャ、そしてボタン連打でダメージを追加することができます。まあ当てるなら大体サブ格闘派生からキャンセルで出すってのが多かったんじゃないかな。この時別にこの後ろ格闘を使って地上についてそこからステップでブースト回復するみたいなズサキャンはなかったんでね。最後に小ネタなんですけど、この後ろ格闘やられてる側レバガチャすればちょっと早く高速を解くことができて結果的にダメージを抑えることができます。これね知らなかった、日暮さんに教えてもらったんだよね。だからあの量産型ガンタンクのパイロットももうちょっと必死こいてレバガチャすれば助かったかもしれない。皆さん行くぞ、アイナ様の思い人よ、人を乗りにやれ。それでは今回の動画ラストに紹介するのがアーケードの解禁機体のうちの1機でもあったガンダムイーズイエイトです。この機体、まあ、詰まるところ陸戦型ガンダムをベースにしたコンパチ機体ってとこですかね。メインがマシンガンからビームライフルになってたり、その他陸眼にはない射撃武装や格闘武装があったりと、まあ、なんとか陸戦型ガンダムとの差別化を図ろうってのは感じるんですけど、手痛いことに陸眼が持ってたネットガンが武装変更されてたり、であとアシストもね、元の陸眼に比べて、まあ、かなり劣化した性能になってたりと、どうしても陸眼の介護感みたいな、まあ、そんな印象を拭えなかった、まあ、悲しみを背負った機体でしたね。そして格闘は一部がビームサーベルに変更、横格闘出し切りのねビームサーベルシャキってしまうのいいんだよね。そんで残りのキャノン地上格闘や一段格闘シリーズは陸戦型ガンダムのやつとモーションまるっきり同じですね。さあ特殊格闘はこの機体といえばの倍返し、空中で撃つとしっかりずり落ちてくれます。原作再現ポイントですね。そしてもう一つ目玉武装がありまして、それが体力100以下で出せるようになる後ろ格闘ですね。原作で使い物にならなくなった左腕をちぎってグフに殴りかかった時の再現格闘です。
ちなみに振り終わると何事もなかったかのように腕を元の位置に戻して、そこからさらにシールドとミサイルランチャーが生えてきます。連邦脅威のメカニズム。どうするしろ、このままじゃ我がシールド、アイロー、さよなら兄さん。